ているようならきっと自分の木を残しておきたいためだろう。実際にあの木を植えたのはラングフォードだからな。私の木が、あなたじゃないわよね。そうだわ、ライアンね。なんてこと。でもここを守る方法を見つけ出したわ。遺伝スペクターを使わないと。そうだわ、あなたにお願いがあるわ。ローザガリカのサンプルを見つけてきてほしい。グロットの中を探して。私はここで作業を続けなければならない。この場所を見つけた。私は人を治療するんだ。クソ野郎ども。失敗もある。たしき聖地目をつぶせ。Thank you.
がないのならアトラスと組んでいたに違いない。だから無実の奴らなんていない。英雄か犯罪者のいずれかだっていうの。グレゴリー、マーケットの動向で泣き言を言うのはやめてくれないか。それから少しばかり市民が行動を起こしたからと言って、私が彼らを罰するなど期待しないでくれ。ボンゼインが気に食わないなら、もっと優れた製品を売り出す努力をするんだな。病原菌は嫌いだ。なんで治療を先延ばしにするんだ。ロボタガリカを持ってきたのね。何をボタボタしてるの。気なんか使わないでいいから、早くニューモを使って送り込んで。いいわ、完璧よ。私のオフィスへ来てちょうだい。今開けるわ。あ、これでこの森に緑を復活させることができるの。あいつらが盗まないものってここにあるのかしら。ペーパータオル、インクビ、マンスバイビス、クロロフィル。ああ、あとは私のナショナルジオグラフィックのバックナンバーでさえ奪っていくのね。どうせ自分たちのものってぐらいにしか考えてないんだわ。年老いた犬には芸を教えるのは無理って誰が決めたの。私は4年間太平洋で木を枯れさせることで日本兵の連中をビビらせてきたのよ。でも今は大西洋の海の底で逆に木を育てようとしているんだからね。アダム、アダム、アダム。そうね、密造酒に原子爆弾、そしてイブとヘビを掛け合わせたような代物って感じね。バリューバーサスにようこそ。Woo!
1920年、自分の周りがスプライスされたアホばかりだったら天才になる意味なんてないのよ。ベクターはこじ開けたわ。え、 99% 自信があるわ。だけど分析を確実にするためにはローザ・ガリカの目が必要ね。それから蒸留水、クロロフィル、マキスメリフェラの酵素。分かってると思うけど、ミツバチの苗木のことよ。外出禁止条例が木曜日に成立します。違反した市民は私にそうさせる。となります。私は遺伝子を一日中見ることはあっても罪の始まりなんか見たことないわ。ドイツ人を責めることはできる。収容所にはいじめっ子なんかじゃなくて気の合う仲間がちゃんといたわ。私が人間から変化させてしまったこの子供たちは体内で美しくて自然なものへと進化したわ。でも私の中にあるのは嫌悪感と母性本能。